3日制で行われる最後のサマーナイトフェスティバル、今年が最後の開催となるガールズ・ケーリン・フェスティバルの開幕に先立ち、開会式が行われた。地元の岩本俊介、40イコール千葉、石井孝子、34イコール千葉が選手先生。ファンの皆様の期待に応え、全力で走り抜くことを誓いますと宣言すると、ファンから大きな歓声が上がった。岩本は、 5月 G1 日本選手権、岩木平の決勝2着で賞金ランク6位、12日現在と躍進。グランプリ初出場の圏内にいる、石井は6月 G1 パールカップを優勝し、ガールズグランプリの出場権を手にしている。